キスマイ・フジガヤ・タイスケ、ずっとかっこよくいるために、背伸びしないこと、マッチングアプリで結ばれた夫婦にアドバイス。キスマイ・ FT に、フジガヤ・タイスケさん、女優のナオさんが、映画、傲慢マンと全量、ペア限定特別試写会に登壇しました。写真を見る、キスマイ・フジガヤ・タイスケ、ずっとかっこよくいるために、背伸びしないこと、マッチングアプリで結ばれた夫婦にアドバイス。 本作は、藤ヶ谷さん演じる主人公の加藤直さん演じる真実がマッチングアプリで出会い婚約した直後、真実が突然失踪。彼女を探すうち、知りたくなかった過去と嘘が明らかになり、すべてをさらけ出した二人がたどり着く一生に一度の選択を描く、感動恋愛ミステリーとなっています。この日は、 作品にちなんで会場にマッチングアプリで結ばれた夫婦カップルが集結し、藤ヶ谷さん、奈緒さんへの恋愛相談をすることに。結婚して一年ほどという夫婦の男性からの、ずっとかっこよいと思われるためにはどうしたらいいか、という質問に対して、藤ヶ谷さんは綺麗ごとになってしまうけど、背伸びしないことが大事だと思うときっぱり。続けて別に俺も髪は毎日セットしてないし、いや。 もちろんそれでもかっこいいはあるんですけど、とふざけつつ、例えば、デート行く日はオシャレ仕様みたいなのがあれば、気合を入れる日を適度に作ればいいのではないでしょうか、とアドバイスを送りました。実際にマッチングアプリを利用するときのこだわりについてのアンケートでは、写真を盛りすぎない、など、プロフィール写真についてのコメントが多数あり、もし自身が選ぶとしたら、 どんなプロフィール写真にするか問われると、藤ヶ谷さんは絶対に自撮りじゃなくて人に撮ってもらうと話し、背景は映画とかに出てくる人かなと思わせる背景にします。笑いとにっこり。一方、奈おさんは親友に撮ってほしい。高校時代からの親友で、その子が撮ってくれた写真は自分でも可愛いかもと思える。心許せる人にしか見せない表情があると思うから。 私ならなるべく素を見て欲しいからそういうのをプロフィール写真にしたいと笑顔を見せました。